五段階線は古代のガレー線の一種でカルタゴ海軍とローマ海軍で広く使われた。実際に階が5段になっているわけではなく、3本の階を5人で漕ぐ形になる。ローマのティベリーナ島にある5段階線を模した壁5段階線は、シュラク祭の選手ディオニュシオス一世によってカルタゴに対抗する海軍増強計画の一環として、紀元前399年に開発された。紀元前4世紀を通じて、5段階線は最も重い軍船であり、3段階線や4段階線で構成される艦隊の旗艦として使用されることも多かった。紀元前351年にはシドンが、紀元前324年にはアテナイが何隻か保有したことが記録されている。紀元前4世紀の最後の20年間には、東地中海においてはより大型の多大海戦にとって変わられたが、西地中海においては、カルタゴ海軍の主力軍船として使用が続けられた。それまで大規模な海軍を持っていなかった共和制ローマは、第一次ポエニ戦争にあたって100隻の5段階船と20隻の3段階船を建造している。ポリビウスによると、座礁したカルタゴの5段階船を鹵獲し、それをもとに自身の5段階船を設計したとされるが、ローマのものは、カルタゴのものより重かったとされている。戦争を通じて3段階線や4段階線も使われてはいるが、5段階線は両軍の主力軍船として利用された。ポリビウスの記述では単に軍船と記される場合は5段階線を意味する。ポリビウスによると、エクノモス岬の海戦に参加したローマ海軍の5段階線の乗員数は、合計420名であり、うち300名が漕ぎ手で、残りが乗員及び戦闘員であった。漕ぎ手と階の組み合わせを2人2人1人とすると、片側の階の数は30組90本となる。甲板上には戦闘員を70から120名程度乗せることができた。5段階線の全長は45メートル程度、排水量は100トン程度、水線幅は5メートル程度で、甲板は水面から3メートル程度の高さにあった。ポリビウスは5段階線が小規模な海軍で引き続き使用されていた旧式の3段階線より優れていたと述べている。リビウスとティオドロスも特に後典では3段階線より5段階線が優れているとその著書で述べている。なお、ローマ海軍の場合は無産市民が漕ぎ手となった。ありがとうございます。